皆さんおはようございます。ニャラメの人だけです。日本ハム横浜の小さな大魔人、横山道也さんご存知ですか？その他に言います。やっぱり得意技は佐々木勝弘さんと同じフォークが武器でございます。フォークは怖いですね。はい。確かに三振を奪うスタイルのピッチャーでございまして、抑えとしても活躍し、20セーブ以上マークしたそうです。横浜試合で。横浜ではあまり活躍できなかったけど、引退後は横浜のスカウトとして活躍中です。以上です。バイバイ。